お世話になります。ひとりでございます。ダイパリメイクが発表され、グラフィックとかの件で皆さん少し残念に思っている人も多いでしょうが、なんだかんだ楽しみに持っていることでしょう。今回のリメイクはグラフィックとかから見るに忠実再現路線でしょうが、まるっきり再現はさすがに買う人は少ないと思いますので、オメガルビーアルファサファイアのエピソードデルタのような新しい追加要素もあると思われます。そんな追加要素を妄想すると興奮しますよね。私は興奮しすぎて眠れなくなりました。多くの方も興奮しすぎて眠れていないと思いますので、視聴者さんからダイパリメイクに期待することをお聞きいたしました。期待する復活要素については別の動画でまとめますので、今回はダイパリメイクに期待する追加要素を予想考察しながらご紹介していきたいと思います。新ポケモン、新フォルム。ポケモンといえばポケモンですから、ジムやストーリーや着せ替えじゃなくてポケモンですから、どんなポケモンが出るか期待しますよね。まず新ポケモンについてですが、いくらダイパリメイクがゲームフリーク開発でないからといって出ないとは限りません。というのも、オメガルビーアルファサファイアでは完全に新規のポケモンこそ出ませんでしたが、新メガ進化ポケモンはいくつか出た上に原始回帰グラードン、海王ガも出たので、完全新規は可能性としては低いかもですが、ポケモンについて何かしらは新要素が来ると思われます。てかそうじゃなきゃ本当にただダイパーをやり直すだけのゲームになっちゃいますよね。いや、やり直すだけになる可能性もあるんだけどね。で、ポケモンの候補としてはまずディアルガ、パルキアの別フォルムとかですかね。特に最近のポケモンではブラックキュレムしかり、日食ネクロズマしかり、合体とかフォルムチェンジっぽいのが多いですから、この系統が来る可能性は高いでしょう。特に今いる伝説の中でもこういった亜種がいないのはルギアとかゼルネアスとかディアパルとか、むしろ少ない部類になるくらいですからね。しかも今回の PV ではディアルガらしきパルキアらしき銅像が意味深に映されており、今までのグラフィックでは詳細が分かりにくい感じでしたが、ディアルガとパルキアが合体した感じのものだと判明しました。まあ以前から漫画で出てたみたいですが、これを意味深に映すあたり、ディアパル合体形態が出ることを示唆していそうですよね。将来リメイクで登場させるためにこの銅像を作っていたとしたら、15年かけての伏線回収ですから、マジで胸熱すぎて火傷状態になって物理技のダメージが半減しそうですよね。ということで、まずこれが現実的な目線で見て一番可能性が高そうな新ポケモンと言えるでしょう。他に新規で出そうなポケモンといえばレジ系です。プラチナでは映画で手に入れたレジギガスを使ってほぼ冠の雪原と同じ形式でレジ系をゲットできたりと、意外とこの世代はレジ系と深いつながりがあります。最近神王と似た雰囲気の冠の雪原もあったことだし、そこでも新規レジ系が手に入りましたから、ダイパリメイクでも新規が来る可能性もありますね。あとは EV の新しい進化系です。ダイパは新規の進化が多数登場したことでも有名なシリーズであり、 EV の進化系であるリーフやグレイシアもこの世代で初登場しました。 EV の進化先はまだまだたくさん候補があり、リメイクで出る可能性はかなり高いのではないでしょうか。さらには我らがネオラントとかミカルゲとか、そのあたりの進化系はまだいませんから、新ポケ候補に挙げられるでしょう。あとはロトムもダイパ初登場ポケモンであり、このポケモンも新フォルムはいくらでも作れるでしょうから、新デザインのやつが来るかも知れません。あとはシェイミーとかですかね。まあこいつは一応幻のポケモンなので、今更フォルムチェンジというのは望み薄ですが、ワンちゃんみたいな見た目しているだけにワンちゃんあるかもですね。ただ先ほども言った通り、完全に新規のポケモンは一応リメイクですから出る可能性は低いでしょうね。てか完全に新規のポケモンなんてどんなやつが出るか今の段階じゃどうあがいても予想不可能なんですけどね。未実装ポケモン解禁。ダイパリメイクの伏線動画でも解説しましたが、剣盾ではダイパ世代のポケモンがあまり解禁されていないんですよね。なのでこれらのポケモンはまずちゃんと出てくるでしょう。てかリメイクなのに出てこなかったらそれはそれでやばいんですが、でもむしろガラルのポケモンとかで新をやってみたい気もするけどね。皆さんご存知の通り、これらのポケモンだけでなく他にも未実装ポケモンはたくさんいて、例えば月光ガとか爆風とか我らが鬼ドリルとかリングマとか、そうそうたる面々がまだ未実装なんですよね。こいつらの解禁を期待している方も多いことでしょう。ただ解禁される可能性としては低そうな気もします。というのもいかんせんダイパリメイクはゲームフリーク開発じゃなく本編だけど外伝的扱いがされそうな気もしますし、すでに公開済みの PV の限りでは忠実再現路線であり未実装のポケモンを入れる余地はなさそうなんですよね。しかも本編だけど外伝的な扱いをされたら、剣盾から時代を逆行したグラフィックの外伝的なゲームのためにわざわざデザインしなきゃならなくなるので、そこまでするのかとも思います。とはいえ未実装ポケモンが解禁され
されないと、ポケモンレジェンズアルセウスで解禁されない限りはかなり長い期間解禁されない状態が続くことになるので、ここで実装してくる可能性もまあ全然あるでしょう。御三家強化オーラスでは、先ほども言った通り新しいメガ進化ポケモンが追加されましたが、その中に御三家のメガジュカイン、メガラグラージュもいます。剣盾 DLC でも御三家の巨大マックスが解禁されたように、ダイパリメイクでも何かしら御三家強化は期待できますよね。それはメガ進化か巨大マックスか、はたまた新しい要素なのかは分かりません。いずれにしても新しい要素がないと本当にただ御三家が出ることになってしまうので寂しいですよね。さすがに何かはありますよね。増田さん、ダイマックスメガ進化、先ほども少し触れましたが、ダイパリメイクではどんなバトルシステムが採用されるかは大きな期待ポイントですよね。ダイマックスやメガ進化、Z 技とか今までいろいろありますから、どれが採用されるのか、それか全く新しい要素ができるのかは超楽しみかと思います。新しい要素もいいですが、もしダイマックスが採用されたら、あのグラフィックでどういう感じになるのかも超見てみたいですね。メガ進化は特にポケモン GO やピカブイでも採用されていて、ポケモンホームでも反映されるようになっており、 Z 技とかとは一線を隠して公式からものすごく大事に扱われているような気がしますから、また採用というのはありえそうです。むしろダイマックスとかがあまり大切に扱われてない感じありますからね。デザインが変わる巨大マックスできるポケモン自体も数少ないし、選出されているポケモンも微妙だし、デザイン的にもメガ進化に劣るような気もするし、ただ問題点はこういったバトルの要素は必ずストーリーの中にその要素を使う理由となるストーリーを盛り込まないとおかしなことになるという点です。ダイマックスだったらダイマックスパワーがうんちゃらかんちゃらとか、そういう要素がないとおかしくなりますし、実際オーラスではそういったメガ進化の要素をストーリーに絡めたことで批判を浴びたわけなので、もしかしたら普通通りかもしれませんね。しかも今回はゲームフリーク開発ではないですから、やはり忠実再現路線かもしれません。私個人的にはリアルタイムでやってなかったメガ進化に憧れがあるので、メガ進化要素を入れてほしいなと思っています。それかメガ進化してほしいです。新ストーリー、先ほども触れましたが、そもそもメガ進化、ダイマックスなどどれかを採用するかどうかだけで基本的なストーリーが変わりますので、そこは良くも悪くも期待すべき要素だと思います。ということで、オーラスにおけるエピソードデルタ的な要素も期待できますよね。この新要素は新キャラもいて、ストーリーも微妙で不評みたいなので、今作で追加してくるかは分かりませんが、そういう要素がないと原作と全く同じになってしまう危険性もありますからね。個人的には追加してほしいですね。多分その追加の新ストーリーでメガ進化の云々やダイマックスの云々などのバトルの追加要素に関する謎が解明される感じになるんでしょう。あとは今までの伏線回収的な内容ですね。森の洋館の犯人とか、新都遺跡の2回目イベント関連とか、回収しきれてない話があるので、そういった要素も追加される余地がかなりあります。で、私的には破れた世界に非常に期待しています。大人になってから初めてプレイしましたが、ビジュアル的にかっこよすぎるし、わけわからない方向に進むのは衝撃的でした。これはプラチナの要素なので、ダイパの本筋と関わらせるのは難しいでしょうが、追加の新ストーリーでこの要素を入れてくれる可能性もありますよね。で、これに対してプラチナ要素だからやねえだろこの鼻毛7メートル野郎が、という意見もあると思いますが、実はダイパリメイクにはプラチナ要素が入るという意見もネット上ではあるんです。 PV の映像を見ると、スノータウンではプラチナでしか登場しないキャラがいるんです。このキャラはシェイミのフォルムを変えるグラシデアの花というアイテムをくれるキャラなんです。つまりプラチナ要素も混じっている可能性はそれなりにあると予想されます。ですから、破れた世界関係の要素があったり、冠の雪原と同じようなレジ系のイベントをまた出る可能性はあるでしょう。ランクバトル、レート戦、これは対戦勢の方なら一番気になるところですよね。剣盾みたいにがっつりレート戦が来るのでしょうか、それともピカブイみたいにレート戦はないのでしょうか。まだ PV とかでは一切語られていませんが、まず少なくともオンライン対戦自体はあるのが濃厚です。というのも公式サイトを見ると、プレイ人数のところに対戦交換と明記されているので、十中八九実装はされるでしょう。ただこれがレート戦かは分からず、ピカブイ形式の可能性も十二分にあります。これは先ほどから言ってる通り、いかんせんこのダイパリメイクの開発会社が株式会社イルカという会社で、ゲームフリークではなく本編だけど外伝的な扱いをされる可能性も高いからです。あとゲームフリークは明らかにポケモンレジェンズアルセウスに力を入れているように見えますし、対戦環境のことまで細かく設計できるとは
思えません。全くグラフィックも変わってしまうので、今まで登場したポケモンを実装するのも大変でしょうから、使えるポケモンもかなり制限された対戦になるかもしれません。てか、たとえ剣盾からポケモンをくれるとして、剣盾の未来的なグラフィックから時代を逆行したグラフィックに送ったら、世界観として違和感があるような気がしますよね。そして何より忠実再現を目指しているようなニュアンスも出してきているので、がっつり対戦をやるゲームにはならなそうな気もします。これは完全に憶測ではありますが、あまり期待せず期待するくらいの気持ちでいることがおすすめです。道具も剣盾イズムを踏襲するかそうでないかで全く景色が変わるので、気になる要素かと思います。ただ道具に関しては他の要素とは違って、それほど作るのに労力が必要なく、ストーリーなどに影響を与える要素が少ないので、もしかしたら特製パッチ的な新しい便利アイテムが普通に登場する可能性もあるでしょう。例えば最近求められているものでは、個体値のいずれかを逆部位にするような逆銀の王冠とか、そういった類のアイテム実装とかが期待されますよね。ただ先ほども触れたランクバトルとかレート戦とかが実装されなければ、どんな便利アイテムが出てこようがどうでもいいんですけどね。とはいえ、ダイパリメイクはある意味で実験の場にもできそうなので、試験的に導入するかもしれません。あとストーリーに関わる部分では学習装置です。剣盾ではご存知の通り、通常プレイで学習装置がついているようなものですから、ここもどういう方向性にするかでまた楽しさが変わってきそうですよね。とはいえ、もう私たちは学習装置をつけるような面倒なことはしたくない体になっていると思いますので、まあ現代的な仕様にアレンジされちゃうと思いますけどね。でもそうするとジムリーダーたちのレベルも変わったり、逆に変わらなかったら難易度が大幅に下がる可能性もあるしと、いろいろ障害があるんですけどね。よくよく考えたら、今回のリメイクは良くも悪くも剣盾のせいで、様々な設定をどうするのかの吟味が超大変そうですよね。皆さんは今からあの不便な状況に戻れますか？グラフィック切り替え。一部の人の間で話題になっていますが、もしかしたらダイパリメイクではドラクエ11のようにグラフィックの切り替えができるようになるのではと期待されています。というのも、ダイパリメイクの開発会社は株式会社イルカという会社で、実際この会社はどこまでかは分かりませんが、ドラクエ11の制作に関わっている会社です。で、ドラクエ11ではドット絵と 3D グラフィックを入れ替えながら冒険できる仕組みになっているんです。このことからダイパリメイクでも来るんじゃないかと言われているわけですが、正直可能性は低いでしょう。というのも、まずダイパリメイクのグラフィックはすでに 3D の状態でチビキャラですから、もし剣盾グラフィックとグラフィックを切り替えられたら、正直めちゃくちゃ中途半端ですよね。いや、だったら片方をドット絵にするんだろうって話です。しかも剣盾グラフィックは相当な労力を要するでしょうし、なのにゲームフリークはポケモンレジェンズアルセウスに取り組んでいるんですから、人員的に不可能でしょう。さらにダイパリメイクはリメイクですから、外伝的な匂いのするリメイクにここまでするとは思えません。ドラクエ11はゴリゴリの本編ですから可能だったのではないでしょうか。超マジレスしちゃいました。とはいえ、グラフィック切り替えはありえないと断言できません。少しは期待できるくらいですかね。世界剣盾ではかなり自由自在に着せ替えできて、それも一つの楽しみになっていますが、このような要素がダイパリメイクでも実装するかも楽しみな点かと思います。原作では着せ替えはなく、最近のリメイクのオーラスでも着せ替えはないとのことで、望み薄ではありますが、あのチビフォルムでの着せ替えは地味に見てみたいです。それで鎧の孤島の道着とか冠の雪原の探検の服みたいのがチビキャラでできたら面白そうですよね。剣盾じゃないグラフィックだからこそ楽しめそうな点です。しかも冠の雪原の服なんか、神王地下通路とか雪降っているところとかあるから、雰囲気も合ってるし、割と期待できなくはないと思います。連れ歩き機能。ダイパ当時、連れ歩きができたのはふれあい広場という限定された場所だけでしたが、リメイクでフィールド上で連れ歩きができるかどうかは期待すべき要素ですよね。当時の世代のシステムでハートゴールド、ソウルシルバーが発売され、連れ歩きは普通にできましたから、リメイクで連れ歩きが実装というのもありえなくはないです。しかもあのチビキャラグラフィックで連れ歩きができたら、またそれはそれでどんな見た目になるのかめちゃくちゃ気になりますよね。そういう意味では剣盾的な既視感の強い感じよりは、新しいゲームをやってる感じでいいかもしれませんね。ピカブイでも連れ歩きはできたわけなので、かなり期待していい要素の一つと言えるでしょう。ということで、今回はダイパリメイクに期待する追加要素について予想しましたが、皆さんはどう思われますか？まあ今の状況じゃ情報が少なすぎて、ただの妄想的な予想にしかならないんですけどね。ブリダイシャイパが出るのはなんだかんだ言って楽しみですよね。こんな楽しみをくれたゲームフリークには、ブリ大根食べながら感謝いっぱいするしかないですね。
イストじゃない。